はい、皆さんこんばんは。約1週間ぶりのミントでございます。こちら例のミデの水を交換するのに使っていた鍋の蓋ですが、こちらの方でミデのいた場所の土をですね、戻しまして、今水につけているところです。これを明日いよいよこちらの水槽に流し込んで、あと残った水ですね、こちらの水を水槽に入れて卵を入れまして、第2世代のミデーの子供たちの飼育にチャレンジしてみようと思っております。それではまた明日。